はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第298回でございます。今回テーマがちょいと肩の力抜きなさいってっていうね、なんだこれっていう感じかもしれないんですけどね、まあ、真面目なトークっていうかね、話していこうと思いますので、よかったらお付き合いください。でですよ、でね、まずちょっと業務連絡が今回いろいろあるんですけど、ご存じない方もいるかもしれないんですがね、今週1週間かなり動画投稿できてないんですよね。だってダラダラジオ前回撮って、で今日日曜日多分朝に詩集をね上げてると思うんですけど、1週間空いてたんですよ。でツイッターとか YouTube のコミュニティ機能ではね行ったんですけど、ずっと自分ソニーのビデオを使ってたんですが、それがね MacBook にデータを落として、で、まあ、編集というか授業もねエンディングつけたりとかしてたわけですよ。そしたら急にねデータが落ちなくなって、なんか対応してませんみたいな、みたいな。だからもう速攻でソニーのそのカスタマーセンター電話して、結構ね全部で3時間ぐらいかな、なんかいろいろやってもらったんだけど結局分かりませんみたいななっちゃって、ってなったわけよ。でそれはまあ伝えたのね、なっちゃったからごめん動画投稿ちょっと遅くなるみたいな、どうしようと思って、でもちろん買い直すっていうのも一個の手なんだけど、まあ、ビデオ安いもんではないので、ああどうしようかなと思った時に、そのうちその MacBook をね今ノートパソコンの俺は編集で使ってるんですけど、家用にデスクトップもあるんですよ、家族が使ってるやつが。でそれは Windows なんですよ。でその Windows の方には落ちるのデータが、だから思いついたのが、その Windows の方にデータを落として一回ギガファイル便ってあるんですよ、無料でデータ送れるやつ、ギガファイル便でごめんで、そっちに乗っけて、それを MacBook でダウンロードしてみたいな、もうねめちゃくちゃめんどくさいんだけど、まあ一応それで MacBook の方にデータ持ってこれることになったから、一応まあ臨時で今それを対応して、まあ今日のね趣旨とかも投稿したわけなんですけど、まあちょっとまあねまあって感じになってるからさ、動画投稿少しペース遅くなってるかもしれないんですけど、どうしようね、まあそれ迷ってる。まあそれで今日投稿できたよっていう、解決したわけじゃないんだわまだねっていう話が一個で、あとはまあ、今回の本編の話もちょっと関わるっちゃ関わるんだけど、その最近ね11月はものすごいちょっとイベントに参加させてもらってさ、本当にたくさんの方にお会いさせてもらったので、この1ヶ月お会いした中でよくプチオフ会とかねちょこちょこ去年とかやってたんですけど、まあ、プチオフ会やると基本的にまあ子どもたちが来てくれるわけですよ、まあ、保護者の方一緒にね来ることもあるんですけど、でもやっぱ今回イベントに出た時にすごい保護者の方ね、お父さんお母さんが来ていただくことが多くて、でその中でねすごく嬉しかったことがあったんで、一個ちょっと共有させてもらえたらなと思うんですけど、 あるお母さんが、お子さんがちょっと学校に行けてないかったらしいんです。でそれを自分のね動画を見て、毎日ではないんだけどちょっとずつ行けるようになったんですって、それをごめんちょっと思い出すだけで俺がちょっとねもらい泣きしてしまうんですけど、すごい涙を目に浮かべながら喜んでくださってて、心から本当にやっててよかったなって思ったんです。自分はね動画投稿を始めた時にもちろんいろんな子どもたちにその所得格差とかさ地域格差の問題があるから、なんかみんなが勉強したいって、子どもたちが勉強したいって思った時に、そんなずば抜けて素晴らしい授業ではないけれども、でも見て分かんないことが分かるようになったとか、ちょっとね勉強できるようになったっていう思ってもらえる授業ができてるって自分で思ってるから、そういったものを無料で、ね、子どもたちの意思だけで見れる機会を提供したいなと思って始めたし、あとは自分がやっぱりいじめを受けてたこともあったから、不登校の子とか、そう不登校の子の中でさ勉強したいって思ってる子いっぱいいるんだよ。そうだからそういう子に届けたいとか、あとは最近ちょっと多くなってきたのが院内学級だね。病院でその入院してて学校に行けない子の中でも使ってほしいなって思ったりとか、そういった子に本当に届いてるんだって。でしかもその親御さん保護者のね親御さんお父さんお母さんにこう、まあ、喜んでもらえるというか、そういう風に言ってもらえるんだなって思ってね、もうとにかくやっててよかったなって、いろんなことあったけどさ、いろんなことあったけど、今でもいろんなことあるけど、そうって思ったっていうのを共有させてもらいました。はい。
じゃあ本編ちょっと長くなっちゃったけど本編行こうか。でそのね、ちょいと肩の力抜きなさいってっていうのは、まあ、主に受験生向けですよ。はい、大学受験高校受験の皆様、調子はいかがでしょうか。受験勉強の方ね、でいろいろあると思います。まあちょっと暗黒期を抜けて10月9月10月がね、なかなかしんどかったけど、そのしんどい時期をやっと乗り越えてちょっと上がってきましたみたいな、なんか前がなんか光が見えてきましたみたいな方もいれば、今がねちょっとスランプというか、ね、暗黒期に入っている方もいるかもしれない。でその時期っていうのはさ、やっぱり人それぞれあるわけよ。受験はねずっとずっと順調とはなかなかいかないもんで、浮き沈みがあるからね。でやっぱり沈んでしまった時っていうのは、まあ、視野が狭くなるし、あ、もっとやんなきゃもっとやんなきゃってなりがちです。私もそうでした、非常に。ですけど、自分がね、もし今34の自分が、ハイチが当時の受験生時代の自分に言ってやるんだったら、非常に言いたいことがある。それはしっかりメリハリつけろと、休めと。ここちょっと話が脱線するんで、そこちょっと端折るんですけど、今までお世話になった方にね、俺いろいろ言われたことがあって、お前は行き急ぎすぎだと、だからうまくいかねえんだよ人生が、みたいなこと言われたことがある。これ多分ダラダラ上でもね昔話したことがあるんだけど、ちょっとこれ端折ります。でその傾向があって、まあ、みんなもちょっと分かる子いると思うんだよ。うまくいってない時は自分の努力不足だから、休んでる暇なんてない、睡眠時間は削れ、もうなんだご飯なんもういいって、もう勉強勉強勉強ってなってる子いません？いや悪いことではないよ、そうやって一生懸命やろうっていうのは悪いことではないんですけど、人間の特性上、いやみんながスーパーマンだったらわからないね、スーパーマンの子もいるかもしれないけれど、基本的に人間は24時間ずっとずっと頑張ることはできません。はい、できません。1日だけとかだったらできるかもしれない、できるかもしれないよ、24時間耐久とかね。けれどみんなは1日の勝負かい、明日で終わりか、受験が。そうじゃないでしょ。1月2月3月とまだ先です、マラソンです。いい、きっちり休むときは休むの、それは休んでる暇なんかないと思う休みではなくって、集中するときに高い集中力を維持するために、つまり頑張るときにより頑張る、効率的に勉強をきっちりするためにきっちり休む。いいかい、ちょっと肩の力抜きな。今自分のところにメールが届いてる、あとこの最近のリアルイベントでねお会いした時に相談があるんですっていう子も結構いました。みんな肩の力入ってるよ、入りすぎだよ。そうすると全てがうまくいかない。俺ね最近夜生放送しないでしょ、結構前してたのにさ、多分勉強一緒に勉強しようライブやってくださいとか言われるんだけど、実はね夜最近起きてないんですよ俺。結構10時とかに寝ちゃうことが多いの。1週間あったら10時以降起きてるの1日か2日じゃないかな、下手したら1週間丸々10時以降起きてないかもしれない。子供と一緒に寝ちゃうんだよね。そう、寝ちゃうようにしてる最近。なんでかっていうと、寝るときは寝るってした方が昼間、まあ、みんな学校だったりするけど、昼間俺撮影してるからさ、の仕事の効率がね上がるんだよねやっぱり。で寝不足というか、やっぱり12時ぐらい寝たり1時とかね寝てしまった時って、朝起きる時間って変えらんないじゃん。みんなもそうだよね、学校あるから。で俺も子供がいるからさ、やっぱり変えらんないわけ。遅く寝たから遅く起きるはできないから、ね、起きる時間は一緒だからさ、だから単純に睡眠時間減るわけよ。そうするとね、もうパフォーマンス落ちる。授業をしてても頭が回らないし、あーダメだってなるのね。そうだから、その昼間の仕事効率を上げるためにきっちり休もうっていうふうに思ってる。ぜひねみんなもまださ今11月なんだよね。でもちろん11月って追い込まれるからきついんだけど、12、1、2って受験近づいたらもっと追い込まれるよ。追い込まれた時にきっちりメンタルバランス、自分のね
心のメンタルの部分をコントロールする力を養ってください。練習してください。日々いっぱいいっぱいになってる子ほど練習する機会があるから、前向きに捉えよう。いいかな。ちょっと話が脱線したよね。最後に脱線しちゃうんだけど、不安とか焦りっていうのはなくすことはできません。基本的にはもしあるとするんだったら、不安と焦りを凌駕する、それを乗り越えて打ち消せるぐらいに輝く太陽になる努力をしたらいい。まあ焦りとか不安がさ、影とかちょっと暗いイメージっていう言い方も悪いんだけど、太陽の光がさ、めちゃくちゃ明るい光が当たったら影ってなくなるんだよね、明るすぎて。それぐらいの努力をしたら、もしかしたら消えるかもしれない。みんなの中でもこんだけ勉強したんだから受かるに決まってんじゃんって 120% 思えたら、きっと不安なんてなくなるよ。そういう人もいるよ。でも俺無理なんだ、俺は無理、いつも不安と焦りがあるから。だからこそそれをなくせない、なくせないんだったら、もうそれを一緒に連れてって、不安と焦りをもう肩を組んで一緒にお前ら行くぞみたいな感じで思ってる。それさえも楽しむから俺は。ってした方がうまくいくんだよね。そう、そんな風に思わねえよって思うかもしれない。俺も思ってたから、思ってた。でも人は変わるよ。そう、変われると信じた人は変われるから。もしね、よかったらみんなの生きる上でね、ちょ人生のヒントにしてみてください。はい、ということでね、今回のダラダラジオはちょいと肩の力抜きなさいってというテーマで喋らせていただきました。ちょっとね、長くなっちゃったんですが、ここまでお聞きいただき本当ありがとうございました。あと2回で300回ですね。何も考えておりません。 あと最後にさ、年末に1年に1回ふざける動画撮ってるんですよ。で、なんかそれでしてほしいことあったら、コメント欄に書いてみてください。ちょっと参考にさせてもらいます。今のところは質問コーナー、去年はね、なんかモノマネとかさ、ちょっと劣ったりしたからさ、なんか質問コーナー久々にやりましょうよみたいな言われてたから、質問っていうかリクエスト、なんかこんなんやってくださいみたいな、モノマネやってくださいって言ったらモノマネやるし、歌ってくださいって言ったら歌うしみたいな、それもありかなとは思うんだけど、まあみんなの意見聞いてさ、これ面白そうだなと思ったら採用しますんで、ぜひコメント欄の方によろしくお願いいたします。はい、ということでね、まあ明日からまた月曜日始まっていきますが、とにかくね、今めちゃくちゃ寒くなってインフルエンザ流行ってきてるからね、手洗いうがいをしっかりしつつ、しっかり寝て、まあインフルエンザの予防接種受ける方は受けて、体調管理きっちりやってね、まずは健康が第一なんで、そこを大事にやっていきましょう。ということでね、また明日から一週間一緒に、ね、頑張っていこう。それじゃあ今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。